結構ね、お下がりももらうんです。私非常にもらう方なんです。そうなんです。はい、これはでも私用に作ったやつがもうすごいんですよ。これすごい、こんなんなんだ。すごい。もうすごい。一回来ただけだと思ったのこれ。可愛い。でも私の色もでもまだこんな感じですね。よくお約束の色ですね。すごい。ザピンクな色味。来たって言ったから乗ってる。そうそうそう。それ時に来ましたっていうのが残ってる写真。第色味ですよ。うん、もう私らの年代の若い時嫁入りの妹。タンスの中に絶対入ってないと、もうね、あの怒られちゃうやつです。地模様も綺麗 ね、うん、染めたらめっちゃ綺麗になる。染めよう染めよう下地にいい色なんですかねらしいですよ。ピンクすごい綺麗にそうそうそう色よく出るんで。そうなんだ、はい、したことがないんでこういうこと。あ、そうですか。で私が染めの持ってくって言ったらえねえ、そう、行ったらって言ってずっとね、来させていただきたいと思ってたんですけど、うん、一人で来る勇気がゆうこさんについて行きます。同伴です。同伴出勤お願いします。ゾーリも同伴で行きました。あ、本当そうです。なんかね、反物はやっぱりそんなに広くないみたい。あー、スープは大丈夫だよね、自分のやつ。うん、うん、ちょっとほとりはしたけどな、今着てる。あ、そうですそうです。あの、そのサイトは多分同じ、はい、あ、なんか全然状態もね、汚れとかないし、ね、全然綺麗です。はい、もうほどいて、染めて、はい、仕立て直してで、まあ一応ここ門が抜き門入ってるんで、はい、このままでよければこうこれ生かしますし、はいはい、もうちょっと門入ってると逆に使いづらいってなったら、あの縫い隠したりもできるんで、普通の色の門なしとか、例えば抜きよりもちょっと刺繍ぐらいにしとこうかなとか。あ、ちょっと私も変えてもらいましたよね、うん、こう抜き門やランクダウンみたいな。ランクダウンしてもらった目立たないよ、ね、業々しくない。まあ、着やすいかなと思って。あ、そう。でも着方によりますよね。うん、そうね。あと色とね、うん、そのなんていうのかな、もうほぼ遊びというかカジュアルに近い色無地の使い方みたいなのもあるじゃないですか。うん、もうほとんど袋帯でガッチリしたのなんかしなくて、うん、まあ本当に普通にご飯食べ行くとか、うん、そのぐらいだったらもうない方が。どうだろう。でもまあ。そういうを遊びに行くようなものは結構あるから、たら一番いいものがあった方がいいかなとは思う。そう言われて、だから私も抜き物からちょっとランク落として目立たないもん入れてもらったんですよね。最初いらないって言ってたんですけど、まあまあどっちか言うたらっていうんで、まああんまり抜き物よりは縫い物で、あ、そうなんです、ね、うん、とりあえず入ってますからっていうぐらい。今後とか使うとしたら、あるかどうかわからないですけど、息子らの、ね、顔を合わせとかやったのか、そういうのだとかね、そうですね、だったら着るのかなと思うんやけど、うん、で、刺繍で縫い物の中でも目立つ色糸、うん、目立たない色糸で、うん、まあ、ちょっと使い分けっていうか、うん、そうすると、まあ、ここまでがっちり目立たないようなんだったら、うんうん、あ、なんとなく入って、これ結構地紋がこう割と入ってる方じゃないですか、はい、柄がで色を濃くすればさらにこっちの地紋もちょっと出 て、うん、出てくるから、 その中に刺繍紋が入ってたら、うん、それほど目立たないような。そうなんです、ね、うん、ただ一応紋入れてるしカッチリとした色無地として、うん、はい、黒び締めても、うん、違和感。私のもそうでしたもんね。そう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 、そうか、そういう方法はありますね。ありますね。で、例えばシャレモンみたいな、うん、で本当遊び用限定だったら、まあ、シャレモンみたいなのしてもいいですけど、あ、まあ、一応はそうですね、これもシャレモンにしろって外出から私の時うるさかったです。そうなの、そうなの、めちゃくちゃいろいろ外出がものすごい人のだと思うと、もうそのおしゃれに行け、おしゃれに行けみたいな、好きなこと言うてるのが一回も似てましたね。そう思いますよ、でもこれだったら、ね、そういうちょっとしね、あの、うん、抜きじゃないやつにしてもらうようにしようかしら、うんうん、そうですね、いいと思うよ、うん、で色はこのまんま、あの、生かして、うん、この上から染めてってもできますし、うん、それなる、そうなるとこれよりももちろん濃い色、うん、そうそうそうですね、うん、で例えば今どういうかな、全般的に色無地とか他訪問着もそうなんですけど、結構薄い色が多いですよね、うん、多くなってて、やっぱりちょっとすっきりしたのが欲しいって言ったら、うん、別にこれも多分色抜けると思うんで、あの、
例えばピンク系だったらこの薄いサーモンピンクみたいなとかそういうのでもいいし、色抜いちゃえば全然グレー系とか、はい、ベージュ系とか何にでもいけるんで、それ色抜くのはそんなに数千円で抜けるので、そうなんですね、うん、ただ濃い色にするんだったらやっぱりいいですよ。あ、本当目立たない、うん、でも入ってますっていうのが、ね、そう、はいはいはい、まあ、あるのとないのってのは全然違うから、そうそうそう、気分的にもね、うん、だってここにあるから一応入ってますからみたいな。まず何色に染めるかですか、ね、もう濃い、濃い色にって思ってたけども、どうなる、薄い色でも皆さんの好みが、ただまあこんだけ綺麗なピンクだったら下地には使ってほしいよね。そう、どのぐらいの感じできますの、ね、まあやっぱり無難なのはピンクベースだったら、はいはい、まあもちろんエンジもそうだし、うん、焦げ茶もそうだし、うん、あと紫系、はいはいはい、藤色系とかなんで、微妙な中間濃度の色だと、うん、はっきり言ったら、染めてみないと結構分かんないですねっていうことがあるんですね。そうですね、うん、微妙には雰囲気違ったとか、こういう色だったら、はい、例えばこういうのだったら、うん、まあ割と綺麗に、うん、上からのせてもほとんどこれになるし、ちょっとあの光の当たり具合でこうピンクっぽいちょっと華やかな感じというか、はい、出てくるのと、どうだろうな無難に、まあ、慶長どちらでもなんていうよりは、はい、まああんまりそのもの時はあの考えないんだったら、うん、まあ紫外してもいいかもしれないし、紫でもこういうグレーとかこういうのじゃなくて、はい、ちょっと綺麗な紫系でもいいでしょうし、もう一枚持ってきたの紫、あ、そうですか、もう一枚、そうなんですよ、またこれ、これがあの裏がピンクに、はい、それでちょっとね、傷がちょっとしてなかった、ここがすごく、おっと、なるほど、これは、うん、切るのは切れるけど色を変えるのじゃなくて裏を変えようかなと思って、あ、じゃあ紫じゃない方がいいですね、まあ、コーン、焦げ茶、焦げ茶地味すぎる、いや、でも長く使えるか、うん、焦げ茶か、どうだろうな、その紫ね、どっちか言ったら、まあ、紫の中でも薄い方の紫だし、もっと濃い紫にしても、濃い、例えばこう、このぐらいの濃い紫、あの、うちのあきこさんが、もう何にでも合うわっていう、帯何でもほらほらいうぐらいの、あれですよね、そう、樋口かな子のあの本からの憧れて撮った、あ、そうなんですね、そうそう、どこだっけな、あ、これを目指して、ああ、分かる気がする染めたんですよ、え、だって本当に何でも増え合いそうですよ、うん、あれ、これでもまだ14年前ですよ、うん、で、カジュアルの帯でもいけるし、なるほどね、うん、ちゃんとした帯で、小野さんの帯もすごいそうそう、何でも合うわっていう、あんまりね、何でも合う、何でも合う言いたくないけど、割と広範囲っていうので、まあ、それに近いのはまあこういう感じとか、はい、まあ、あとはちょっと茶色っぽいような、うん、それぐらいでもいいかもしれんね、いい上品な色味になると思いますよ、うん、全然ずっと綺麗よね、うん、そういうのね、うん、確かに茶色は今来たら地味かもしれない、違うね、すぐだとね、せっかくやってもやってもね、茶の先生みたいに、あと帯もわびさび効いたような帯よね、いっぱい持ってたよね、かっこいいなってね、ああいう落としの取り方も、ね、いいよなって思う、うん、五三の切りですか、はい、で、門はこれでこのままで、はい、はい、で、あとはその縫い糸をどのぐらいにし目立たせるか、目立たさない、濃くするか、薄くするか、そんなにもね、そこまで決めたかあれで、とも濃い、とも薄、とも、ざっくり言って3種類ぐらい、一般的にはね、全然そういうのと意識して頼んだこともないし、まあ、このぐらいの本当に呪文がいっぱい入ってるとなったら、
本当に友だったら分かんないと思います。だから、ちゃんと一応入れてますっていう方法で入れるんであれば、友恋の方が、ただ今度これになるので相当濃いのになる、なってくるので、だから一応まあ目立たないようにするなら 逆張りでもうあの友薄、あの白とか銀とか金とかそっちもあの一応こうなんていうのか縫い物と同等だったらそういうのもあるんですけど、それはちょっとさすがに、うん、ちょっと格がほとんど一緒になってしまうので、まあ、共薄かな。共薄の方が綺麗かもしれない、うん、やや薄ぐらいというか、アドバイスおすすめ通りで、はい、これです。感じこれは裏だけ、ローピンクがちょっとこれでなかなか着づらくて、はい、そのまま掘ってたんで状態が似てるので、はい、ここなのかな、そうでもないかもしれない、ここだけはほとんど一緒やった。そうですか、挟まったな。食べるの危険が入ってます。多分至る所に入れてますね、これは。このまんまでも、とても天気になってます。はい、この代わりピンクになってます。これは、まあ、若さの象徴でピンクしてたのかな。でしょう ね、 ね。ちょっとこれは使いづらいし、とも色にした方が良さそうですね。いいかなと思って、うん、それならまだね、しばらく切れそうですね。全然切れる。良くない感じ。6寸の7寸あ6寸8寸か、はあ、うん、どうした、うん、まあ割と緩いお仕立てをされてますね。なんか不思議な、うん、なんか使ってる芯とかも、うん、珍しいな。そうなんちょっと硬いの入れてますね。これ好みなのかな。ひょっとしたら、襟眼みたいにこの襟の、このカーブのあたりだけ硬いの入れてる、うん、入れてるみたい。そうなの。あんまりない感じですね。ねえ、うん、あできれば八掛け取り替えだけで、あの切れるんならば、はい、その方が全体縫い直さなくて済むんですけど、はいはい、ただその当初仕立ててから、うん、そのいわゆる30年とか40年経ってると、うんうん、この縫い糸自体も弱っているから、そうかそうか、うん、結局ドーラーだけとか八掛けだけの交換っていうのはできるんですけど、はい、基本的にはパクって取って、はい、表地は触らないんですね、うん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 、塗ってあるまんまで、それをパカッと外してこっちだけ新しくしてパタッとまた戻すんで、はいはい、こっちは綺麗でも縫い糸、ね、こっちは弱いんで、はいはい、まあですね、うん、まあ一番例えば頻繁に着てたらお尻周りとか裾とかが、うん、ポロポロポロっとこう、なんだろう、今わかんないですよ、それ見たところで、うん、わかんないまあそこまで弱くない可能性はありますけど、あ、まあ、強くはないですよね。キャンさんなんかあぼかし嫌いって言って、あ、本当ぼかしたいけどね、そんな感じだったね。ある程度こう表が柄もんだったら、はいはい、まあわりかし近いところでいいやって感じなんですけど、はい、ほぼ色無地みたいなんでね、はいはい、色はなるべく近い方がいい、なんかしないとなんかちょっと、うん、難しいな。あ、しょうがない。すごいなんか色が出てくるんですけど。濃い。微妙。微妙やね。一歩譲ってそれかな。まあそうね、そんな、まあ、まあ、できないこと、うん、お値段で
選ぶんなら、選ぶならそれかな。 あとないから、今とあんま変わんない、うん、うん、ちょっとね、うん、あんまり難しい色ですね。ね、この色がね、うん、うん、裏もね、これって感じだね、この中柄もね、うん、他に行ったらいくらでも出てきますよ。そう、まあ、あのこっちの見本帳でもいいし、見本帳じゃなくてもそんなお値段変わんないぐらいで、バッチリの、ほぼバッチリな色はありますね。はい、これは難しいですね、色がね、うん、やっぱ光沢もあるから、そうかそうか、はい、いないっすな、これは遠出で染めた方が早いかもしれない。あ、微妙な。あ、でもそれが一番近い、ね。そうですね。これならまあおかしくないですね。うん、それいいです ね、 ね、うん。色が合いますね。ちょうど赤。うん、赤。綺麗な色。赤だ。珍しい。だから変えてって言ったんよ。言ってんけど、やっぱ違いました。やっぱり違うって、これじゃないって。私には合わないの。ちょっとイメージとは違う、ね、来ても、うんうん、自分に鏡に映る自分が違う。あ、そうか、なんか一部に赤っていうのはいいけど、こんだけ赤があるの、ね、私じゃないってなるなるほど、いいですけどね、すごい、うん、すごい、私めっちゃ好きだけど、じゃあねそんな古くない、古くないと思います、ね、うん、色がちゃんとしっかりした、うん、あ、原直したと思います。あ、そういうところですか、真っ赤けも変えたと思います。綺麗ね、だから着ようと思ったんですよ、うん、でも違うでも鏡に映る自分が違いました違う、いや、みんな着れるよ着れるよって言って着ようと思ったけど、やっぱり違う、納得いかない。で、あきこさんが紡ぎ染めたっていうか、うん、染めれるよ、うん、紡ぎ染めれないと思ってたんで、うん、あ、うん、あ、はいはいはい、食べてください。こういうの染めたらどうなるんだろう。もうこのあのなんていうか、フシートのところには、まあ、ちょっと染め溜まりみたいなのとかはなったりしますけど、うんうん、このゴツゴツ感はそのまんまで、で多分こういうね、今ちょっと白い、うん、あのね、うん、はいはい、これはもうそのまま色が入るんで、まあでもこの節が一応こう表情として出てきますよね、つむぎっぽい雰囲気が残ったままでしょうか、うんうんうん、そう変えてあの紫あの紫いいね。じゃあ、あきこさんの着物を色見本にして、はい、あきこさんの色で、でね、何でも合うやつ、だってあれがすごいいい色やで、ね、何でもいい色やと思います。いいですね、わかりました。じゃあ染め替えましょう、はい、あっかけも含め、はい。